では阿部武富騎手にお話を伺います。まずは万駅伝ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。そして初のリーディング、悲願のリーディングだと思いますけれども、どんなお気持ちですか？そうですね、まあ3度目の正直で取れなくて、まあ4度目の正直でやっと取ることができて嬉しいです。そうですね、まあ本当もう土壇場で逆転ばっかりだったんで、まあすごい悔しい気持ちでしたけど、そうですね、まあ騎乗する馬一頭一頭能力を考えて、まあその馬にいいレースをすることを心がけてたら、まあうまくそれがハマって、まあ一着取ることができました。そうですね、まあちょっとは意識してたんですけど、まあ鈴木君もなかなか、まあ、勝ち星に恵まれなかった時もあったんで、まあお互いね、まあいい時も悪い時もあるんで、まああとはもう後半ちょっと飛び乗りとかそういうした時に結構一着取れたんで、それが大きかったと思いますけど。そうですね、まあいつものように最後は鈴木君とまあ接戦みたいな感じだったんですけど、まあまた負けるのかと思ったりもしたんですけど、やっぱり今年こそはと思って、まあ騎乗してました。そうですね、まあ本当にこの馬はね、まあ一番最初から調教をつけて、本当に初の入れね、初のダービー取らせて馬もらった馬だったんで、まあ体も大きくてね、まあこのまま順調にいけばいいところまで行くんだろうなと思ったんですけど、やっぱり喉なりで、まあ、長期離脱したんですけど、まあ、なかなかね、喉を手術してくるところがなくて、まあ、そのまま種馬入りになるのかなと思ったんですけど、まあ、手術するところが見つかって、それから、まあ、2年4ヶ月ぐらいですか、休んできた、よく体大きくなって戻ってきたんで、まあ、最初は弱かったんですけど、まあ、レース使ってるうちに、レース感戻ってきて、だいぶ、ね、強くなってきました。そうですね、まあマサルは体ででかいし、ちょっとね障害止まった時に難点なところあるんですけど、力は十分なぐらい持ってる馬なんで、まあ本当に今日はちょっと軽すぎるかなと思ったんですけど、まあ逆に良かったのかもしれないですね。そうですね、まあ気負いすることなく、まあ馬のペースに合わせてやるしかないのかなと思いますけど、そうですね、まあおかげさまで、まあ3歳今年4歳と三冠取らせてもらって、はい、いい1年生でした。そうですね、まあ久々にね760キロとちょっと軽い荷物だったんで、まあブラックには負けたくないなと思って参りました。そうですね、まあオブサットもブラックも後々は万駅人で賑わしてくれる馬だとは思いますけどね、やっぱり障害ですかね。そうですね、まあ1年取って全然次の年勝てないなって言われたくないんで、まあ、また来年もリーディング目指していきたいと思いますけど、まあ、これからも万円競馬よろしくお願いします。